ちゃこんにちは、こんにちは。さあ今回、はい、いろいろまあ球団の話、はい、まあちょいちょいやってますけども、はい、今回は千葉ロッテマリーンズについて球団シリーズ、球団シリーズ行きたいと思います。はい、はい、さん、はい、ちょっと中日に似てんだよね。おというと、いやなんかもったいないんだよ。いや実力はものすごくあるし、はい、まあ角中が怪我しちゃって、うん、俺が言ってたのは角中の打率が上がってくると ともにチームの成績も上がってくる、はい、って言ってましたよね。言ってたんだけど、はい、怪我しちゃったでしょ。怪我しました。行ったそばからぐらいでしょ、ね。まあまあ、でも俺は悪くはないと思うよ。で粘りもあるしさ、はい、やる気を感じるチームなんだよ、うん、はい、まあ、それだけに結果をつけてあげたいなと思うよね。で鈴木大地のさ、はい、あの頑張りはさ頭下がるよ。うん、そうですね。まあどこもかしこも言ってるけどさ、はい、鈴木大地は開幕スタメンじゃなかったからね、はい、これ何回も言われてることだけど、まあそこでやっぱり腐らずね、与えられたチャンスもうどこ守ってるよ。あっちこっち守って、この前外野守ってホームランボール取ってたからね。いやだから俺はやっぱああいう選手っていうのはすごく頭が下がるな。まあそれとやっぱアジアが上がってきて、はい、まあそこそこ打てるようになって割と良くなってるし、はい、で田村も戻ってきた、はい、だからこれからじゃないかな。まあアジアはずいぶん前に戻ってきたけど、田村はねここ最近戻ってきて、こう安定してくれたらいいなっていう、はい、あとは角中だな。そうですね、戻ってきてほしい。戻ってきたのは強いですね。でも最初藤原とか使ってたじゃん、はい、安田も使うかなとか、はい、まあいろいろ考えてたらやっぱり実力主義でいってるね今はね、はい、だからそういった意味ではみんなが働きやすい、うん、これ若手を使うんだ無理やり使ってるっていう風になって、くるとさ、はい、不協和音になってくるんだけど、はい、まあだけどちゃんと正しい目で井口監督が見て起用してるっていうところがね、はい、すごいいいなと思うけどね。うん、これピッチャー陣とかはどういう印象ですか今ロッテの。いやまあ種市とかさ、はいはいはい、いろいろ若手も出てきてるし、はいはい、でやっぱねボールの力があるよ。うん、で投げっぷりもいいし、はい、だからそういった意味では大きく育ちそうだなっていう選手は数人いるよね、ピッチャーの中でも、はい、期待感はあるね。うん、やっぱ若い選手が結構この今やっぱポツポツ出てきてて、もう一つ抜けない状態って感じですか今。まあそれはさ、はい、簡単には抜けない。まあまあそうですね、うん、それは簡単には抜けない。まあそれなりのものがないとさ、はい、やっぱ一軍の場にも立てないし、はい、でもそのチャンスをもらった時にそれは簡単に抜けていくかっていうとさ、まあまあ、やっぱそんなに簡単ではないよな、はい、うん、だからそこら辺で早く伸びてくれないと困るということだね、はい、ああなるほど、そこのやっぱちょっとスピード感というかもうちょっとある程度はちょっと欲しいかなっていう、ね、やっぱり刺激欲しいよねもっと、はいはいはい、競争という意味ではね。で外野手に藤原いて、はい、安田が、ね、内野手でいてみたいな、はい、そういうこう若手2人がベテランを刺激するような形になってくると、うん、はい、もっと面白くなる。ああ、うん、それこそ前 の広島の小園選手と田中康介選手みたいな、ああいうちょっとこうライバル意識が、うん、まあ、ロッテでもこうあったらもっと面白くなるんじゃないですか。まあまあ各ポジションそれなりの選手はいるんだけど、はい、でも競争までいかないよねまだね。あ、だからそういった意味ではもっと競争が激しくなってくると危機感が、はい、うん、でそこら辺で競り合ってもっと好結果が生まれてくるんじゃないかなっていうような気がするけどね。この井口監督の采配とかはどうですか見てて。特に、うん、まあ、そんなに気になる点は別にない、まあ、気になるっていうか、はい、やりたいことはすごくわかるよね、はい、はっきりしてるのはやっぱり足を使った野球というか、はいはい、でももう、まあ、昨年と比べるともうホームランの数っていうのは、はい、記録超えてるからね、まあ、そうですね、記録を、はい、だからそうレアードの加入なんていうのは大きいしさ、大きいっすよ。だからまあみんなも打ち出したしね、はい、それに伴って、はい、だからバッティングの方っていうのは非常に活性化されてるというかね、うん、であと涌井がもうちょっと勝ってほしいな。あ、確かに涌井投手そうっすね。涌井がこれポン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 勝ち出すともう全然雰囲気が変わってくると思うんだけど、はいはい、やっぱ涌井もこうなんていう不運なところもあるしね、はい、だからそういった意味では涌井が勝ってくれると相乗効果で若いピッチャーだとか、うん、そういう見本になるといいよね、はい、じゃあまたちょっと中日とはちょっとまた違った意味でこの、まあ、ちょっともう惜しいっていう感じですか伊沢さん的に。
まあなあ、まあ中日は残念。残念ですよね。いやいや、勝ってんのにどうなんでっていうなることが多いし、はいはい、ロッテは追い詰めてんのに、ああなるほど、追いつもう一歩っていうところまで来てんのに、あと一歩出んかみたいな、そんな感じがするのよ。確かに、まあ、まあ例えばさ、はい、今こう後ろで流しながらちょっとロッテ戦見ながらやってんだけどさ、まあ9回1点差で迎えて6対5で負けてんだよね。で先頭バッターが出た、ヒットでつないだ、え1・3塁になった、えみたいな。それでワイルドピッチで2塁3塁になった、先頭バッターショートゴロ三振、これ点が入らなかったらやっぱ辛いぞお前。ただ、やっぱそういう可能性は、フランスワンが投げてるんだけど、そういう可能性はあるよね。やっぱ力のあるピッチャーだけに。で、バッターも緊張するし。だから、先頭バッターがミキだったんだ、ノーアウト。やっぱセーフティースクイーズでもやっといて、まずは1点取るとかさ、そういうことがあってもいいかなっていうのは思うよね。まあ、ちょっと戦略の部分で。先頭バッターが大切だって言うじゃない。で、ミキってあんまり経験がないじゃない。だからそういった意味では、まあ、後ろにアジャがいたんだよね。だから、打たしたのかもわからないけども、アジャが打ってくれるっていうふうに。でももう、その、思いが全く裏目に出てるわけじゃない。いや、もうやっぱりね、先頭バッターっていうのは、何が何でも先頭バッターで点を取るっていうことを考えると、1・3塁の時に、1塁がバティスタなんだよ。で、ピッチャーはフランスは。それはね、守備はそんなにうまくないよ。そしたら、もう1塁側にセーフティースクイーズでも仕掛けとく方が、俺はいいなと思って見てたの。ああ、確かに。確率としても結構。まあ、エラーの可能性もありますからね、それは。ねえ、いやだから、まあ、これがやっぱセ・リーグの野球とパ・リーグの野球の違いというか、まあ、情報を知らないというか、まあそうですね、まあ、でも知ってるか、でもやっぱできなくて、今、藤岡が打席に立ってるけど、これで打っちゃったね。これで打っちゃったね、同点になったということで。聞いてたんじゃないですか、ね、野球って分かんないよ、ね、分かんないですね、これ野球って分かんないんだけど、はい、まあこれは惜しいゲームじゃないよ、惜しいゲームじゃない、もうやっぱり同点に追いついた、追いつきましたね。ショートが田中康介に変わってるけど、小園だったら取ってるかもな、またね、ファンの中で言われるんだよ、そういうまあ言われるけど、まあこの藤岡がね、今日4本目ヒット、これ4本目ですね、まあこういう若手が頑張ってくれるとさ、やっぱり勢いがつくし、ここで勝ち越して逃げ切ると、これ同点に追いついてサヨナラクラブって言ったら、まあおい、もう一歩だとみたいな、なっちゃうわけよ、結局そうなっちゃうんですね。でもロッテはね、でもそこまで試合を持っていけるだけの力があるんだ、ほんと終盤、終盤に粘りがやっぱある、だから言葉を返せばね、はい、いやだからもう一歩のところまでチームは来てると思うよ。あとはやっぱりこういうなんていうの、もうとにかく追い上げすごいじゃない、いやすごいっすよ、まあ例えば中日戦でもそうでしょ、分かったっすね、あれ6点差ひっくり返されたでしょ。いやそういう力はもう備わってきてるんだよ、でましてや終盤にそういうドラマを持ってこれるっていうのは、だって向こうの抑えのエースとかセットアッパーとかそこを打ち込めるんだよ、だからそこまで来てるんだから、もうちょっとなんだよ、もうちょっとのところに来てる、そうなってくるとロッテは本当に面白いチームになってくる、いや怖いっすよ、それが噛み合ってきたらね、もっとさらにでチームワークがいいところだけに、はい、やっぱまとまり、はい、これはすごいんだ、やっぱ組織のまとまりっていうのは、だからそういう意味では非常に面白いチームになってきてる、まあ、ロッテはやっぱり豊さんも結構取材とかで、協力的ですよね、すごいありがたい、やらせていただいたりもしてますからね。でも最近協力してくれない。なんか動画で言っちゃいました。違う、どうしたでも球団で YouTube を始めたからさ、あなるほど、こっちも協力してくれなかったこっちやるんでみたいな感じですね、見つけちゃったんですね、そうか、そういうことですね、そこはコラボしようよね。そうですよ。そうっすよ。なあ。はい。ぜひお願いしますよ。ロッテさ。そういうとこだから。もう一個変わるっていうの。もう一個そこで。そうそう、変わってくる。じゃあ、うちとコラボから、じゃあ。いや、コラボから。いや、すごいっすよ。球団がコラボしてくれるチーム状況も変わるかもしれないですからね。まあ、ロッテはもう本当に
いいところまで来てるから、うん、ここを本当にこう好転するように乗り越えてほしいな、はい、やっぱ壁ってあるんだよそれぞれに、はい、若手が伸び悩むこの壁をもう一つ越えてくれないかなって、うん、やっぱ同じようにチームもあるんだよ本当にいい感じで来てるからロッテって、うん、でもここのもうギリギリのところに来てるんだよ、はい、これがこのまま停滞して落ちていくのかこれを超えるのかここに来てるから、はい、これ超えてほしいなそしたらね本当に面白いチームになるわね、はい、まあ頑張ってください、はい、楽しみですね、はい、楽しみです、はい、はい、ありがとうございます、はい